福岡県岡垣町で妊婦を対象にしたワクチンの優先接種が始まり、岡垣町に住む妊婦とその配偶者やパートナー合わせて18人が訪れました。千葉県では新型コロナウイルスに感染し自宅療養中の妊婦が入院先が見つからないまま出産し、その後赤ちゃんが亡くなる問題が起きています。千葉の事件聞いてが一番大きいですね。最初打つか迷ってたんですけど、やっぱり打ってよかったなって。仕事をしてるので主人がこう移る可能性とかがあったら困るなと思ったので一緒に来ました。岡垣町内の妊婦らを対象にしたこの優先接種は来月5日と8日にも行われます。